番宣です。お疲れ様です。はい、ホストのうずらと、ゲストのカズさんです。はい、どうも。カズさんとやってんのも結構長くなってきたんですけど、そろそろあの双方 JS も飽きてきたので、まあちょっと今日は趣向を変えていやもう番宣がね、そもそも何が皆さん求めていらっしゃるのかっていうのが若干もう迷走気味だったんで、まあ、ちょっと今日は目鼻を変えて本の話もしようかなっていうふうに思っております。今日は2人が、まあ、最近買った本、あるいは積んでて永遠に読んでない本、あるいはまあおすすめ書籍などを若干紹介しながら進めていきたいかなと。僕の背後には今積んである、まあ読んでるんだけど、まあ物理的に積まれてる本があり、まあこれをちょっと紹介したりとかしながら、まあちょっとたらたらとやっていきたいかなと思っております。はい、ということでその前に宣伝をさせていただきたいと思います。番宣なんでね。はい、ということでピッチパー会議2023の、まあチケットは販売中でございますっていう前に、まあ3月23日に開催されます。25日までございます。なんとあと30日ちょっとしかないんですよ。40日切りました。僕はスタッフもやってるんで、様々なものを入稿したりとかして、1個入稿が終わったりとかして、あー、やっとかみたいな感じなんですけど、皆さん、チケットは買われましたか？どうかな。なんか案外ね、買われてない気がすんだよね。あんまりこのあたり細く言われるんだけど。なんか意外とね、いや、行きますっていう声はすごい聞くんですよ。楽しみにしますって声すごく聞いて、ありがたい限りですごい嬉しいんですけど、なんか意外とね、このチケットを購入ってリンクが分かりづらいのかなとか思ったりとかしてるので、まあ、ぜひともこのね、この四角、あるいはヘッダーのこの、ちょっと見切れちゃいましたけど、このあたりの上のところにチケットってあるんで、そこから開いていただいて、まあ、チケットを、まあ、こちらの方からご購入いただければと。まあ、やっぱり昨今の情勢で、まあオンラインに参加するのか、それともオフラインに参加するのかっていうところで、まあ迷われている方もいらっしゃるのかなと、この二つで。ただ、まあやっぱりね、去年あったんですけど、ノベルティが、こう、ちょっと全数ない、スポンサーさんとかもいらっしゃって、ノベルティ全部欲しいなっていう方はやっぱさっさと買われた方がいいんじゃないかなっていう、すごい植物的なことをストレートに言ってしまいました。もうちょっと丸く言いたかったんだけど、ストレートに言うしかないなっていう気分で。はい、ということで、このスポンサー、あ、すみません、ノベルティのついたこのチケット、A、B、オフラインに来れるものとオンラインのみのもの、どちらでももちろん構いませんので、ぜひとも早めにご購入ください。あとは、スポンサーとして、まあ、ご参加される方もすごいいらっしゃると思ってて、まあ、それはもう、御社の社内のその係の人に早く買えと。ちょっとせっついた方がいいと思うんですよね。うん。まあ、ぜひとも早めにそのあたり処理を進めていただければなという感じでございます。あとは、あれですね。トークとかも全部、締め切りました。普通のトークもあれば、スポンサーのトークもあれば、ポスターセッションもあれば、など様々な、記事もあれば、ポスターセッションもあればというのも全部決まりまして、すべてが出揃いましたので、もうあとは皆様チケットを買うだけでございますので、ぜひともよろしくお願いいたします。頼むよ、本当に。うん。募集しますで終わってるけど、これはまあ募集がもう終わったはずなんで、はい。はい、ということで、まあ買ってくれっていうような話ぐらいですね。あ、でもあと実はもう少しこの後で多分、パーカーの販売っていうのは多分来ると思うんですけど、まあそれはまた追ってという感じですね。スペシャルノベルティという、まあね、ノベルティというか、もうもはや物販ですけどね。うん。私がちょっと今年のやつ、作ったやつが、まあなかなか100案出して、1案になったみたいな自信作を出させていただきますので、そちらの方もぜひともご注目いただければなと思っております。はい。ということで、本題に入っていきたいなと思っております。こいつを着しちゃおう。はい、ということで、まあ、背景は番宣のままで、まあ、進めていこうかなと思ってるんですけど、まあ、トップバッターは、まあ、言い出しっぺなんで、僕の方がやろうかなと。僕もちょっと大きくなろうかなと。大きくなった方が省エネも見やすいだろうと。はい、ですね。まあ、一番最近、
あの買った書籍でインパクトがあった書籍をあの出しますかね、うん、あのもうあの届いた瞬間にインパクトあったんですけど、これですね紹介システムパフォーマンス、この本ですね。まあ、何がインパクトって厚さですよ。これやばい。あのえぐいなそれ。ペットボトルとねほとんどサイズ変わんないですよね。すーげえ分厚い本で、まあ基本的にはあのなんだろう、まあ主にまあ Linux ベースって言った方がいいんですかね。Linux ベースでさまざまなあのカーネルの周りのまあメモリ、まあ主に最近だとマルチコアのあたりとか、まあやっぱりあのスピードとか求めていくと、まあ符号的プログラミングなんだかんだかんだ言いますけど、まあこういうふうにコンピューター動いてるよねと。でなんでこういうふうなことをすると速度上がるのとか、ディスクにアクセスしちゃダメなんだよとか、 TCP で引っ張るよりもキャッシュの方が早いよねとか、まあそういうところとかも含めていろいろな解説されていて、例えばなんだろう、あのツールとかもね、結構、まあ、ちょっとこれ引用がまあ難しいんですけど、あの、例えば普段だと我々トップとかですぐ見ますけど、まあ、僕は H トップ派なんですけど、まあ、トップとか PS とか MP スタットとか VM スタット、PID スタット、フリー、IO スタットとか、まあ、そういうのから始めたりとか、あの、S トレース、まあ、カーネルのトレースのとかもいろんなものあったりとか、ブロックの中見ましょうねとか、そういうものとか全部入ってるんですよね。うん、ね、なので本当に940ページですよ。あのギリギリ4桁いかなかったんだな。いや、え、940?901 ページじゃねえかな。902まであるね。あ、まあでも表面とかまでいろいろするぐらいなの、うんうん、まあまあこれはとてもね、読み応えのある本というか、もうパラパラと見て、うん、あ、こういうのあったなって覚えておくようなもんなのかなと。うん、うん、これ全部理解するのはまあ相当なもんだと思うんで、まああの一冊目としてはね、まあこのこれの話をまたちょっと途中するかもしれないですけど、まああの一冊目としては私はこちらの初回システムパフォーマンスを、ご紹介させていただきました。まあぜひとも、なんだろう、PHP は速度関係ないだろうと言われて、そんなことはないよっていうことをね、あのなんで PHP で遅いのかっていうのも逆に言うとこれを読むと、まあやっぱり分かったりする。おすすめでございます。まあ問題はでかいのと、あの図が結構多いんでね、電子書籍よりかは多分これ本の方はいいんですけど、でかい多分いい値段、6600円です。やば。じゃあここでちょっと講習交代でカズさんの、はい、僕行こうかな。この前かな、多分あの新原さんがおすすめしてたこの継続的デリバリーのソフトウェア工学ってやつ、はいはいはい、これが結構面白くて、ありましたね。なんだろう、あのソフトウェア工学、昔からのソフトウェア工学クソくらいみたいな感じのちょっと面白い本ですね。これは結構面白い本ですよね。うん。うん、これ面白かった。まだ全部読み終わってないんですけど。僕もこれ結構読んだんですけど、まあ継続的デリバリーのって書いてはあるんですけど、うん、実際のところ、うん、まあ大きく書いてある通り、ソフトウェア工学とか設計とかの話ですよね、これ割と。うん、そうですね。だから、なんかこう、なんだろう、うまいことソフトウェア開発を進めていくには、こう考えたらいいよみたいな。のが結構散りばめられてる感じですかね。ちょうどなんかね、こうコンサル案件とかがあって、もうこれじゃんみたいな話だったんで、めちゃめちゃ読んでたんですけど、これはすごいいいと思います。そうですね。うん、これ、ちょっとまあ、目次からピックしていくにしても、ソフトウェア工学とは何かっていうのが第一部から始まるところでして、うん、要はデリバリー関係ないんですよ。でその後、そうそう、工学的アプローチのやり方とか、学びの最適化とか、うん、あとはまあ設計、経験主義、実験主義。わ、うん、かるわーって感じになるな。うん、うん、そうね、これはすごいおすすめ。ちゃんと読みたい感じ、ね、
まあこういうふうにね、実際まだ全部読めてない。まあ実際この全部完全に一字一句全て読んでるかっていうと、割と読み飛ばしながら読んでることもよくあるんで、うん、そういう感じで今日はやっていきますね。皆さん、ご容赦ください。うん、そうですね、はい。まあ僕これいいなって思ったのは、基本的に設計の話の、まあなんていうか割と、うん、なんて言ったらいいのかな、もっと具象よりか割と抽象よりの話なんですけど、どういうことをやればいいのかっていう時に、あと人間の振る舞いも書いてあるんですよね。そのバグは分かってんだけどみたいな話とか、あるはチームで開発するとそういうことみたいなのすごいあったりとかして、なので、なんだろう。いろんなチームで開発をしていくときに、まあ自分一人で作ってるんだったらともかく、まあ長く使っていくんだったらこういうのをね、見て勉強していくといいんじゃないでしょうかっていう。そうね、なんか工芸から工学へっていうところ辺がちょっと刺さったからね。ああ、わかるな。まあやっぱりね、僕らはね、基本的に叩き上げの人間はどうしてもね、工学的な考え方よりも、工芸的な考え方っていうか、まあ、要は師匠を超えるみたいな感じでやるみたいなところが若干あったりするんですけど、そこの部分がね、この本はもうちょっといい感じに書いていたりするので、おすすめでございます。2900円プラス税。まあ、比較的内容の割にはお手頃な書籍でございます。じゃあ次私行きますかね。そうですね。この理屈で言うと、これが、今のやつが抽象的なやつだったんで、まあ、具象的なやつと抽象的なやつで行くと、まあ、一旦、もう、これみんな知ってますけど、具体的で言うとこれですね。良い行動、悪い行動で学ぶ設計入門。美濃工藤さんでしたよね。すいません。正しい名前だと美濃工藤と書いていなくて、今びっくりした。そうか。そりゃそうだよな、みたいな気持ちになりましたけど。こちらは、すごい、なんていうか、めちゃくちゃ具体的なコードが大量に載ってて、なんていうんですかね、すごいんですよ。具体的すぎて笑っちゃうんですよね。例えば、商品の割引クラスを作るときに、どういうふうなインターフェースの切り方をするかみたいなのが、もうちょっとこう、でっかくコードがバーンって載ってて、で、これに、もう分かりやすく、ここにバツって書いてあるんですよ。このコードはダメ。で、その次とかのあたりに、まあ、バツバツバツときて、丸がどこにあるんだったかな。そういう場合は、こういうふうにクラスを2つに分割しましょうとか。で、これは丸です、丸ですって感じで。要は、このコードがいいコード、このコードが悪いコードっていうのは対比する形で書かれているっていうのが、すごく、初心者の人には、逆に分かりやすいのかなと。まあ、強いて言って問題を言えば、僕らは1パワーだが、これは基本的に Java で書かれてるので、C シャープか、Java だよな、Java で書かれてるので、若干、まあ、文法は違うかなとは思うんですけど、まあそこは、俺ら PHP はね、最近 Java っぽいってめちゃめちゃ言われてるんで大体同じっすよ。そんなにね、Java じゃなきゃできないことなんて世の中ないんでね。そうそうそう。むしろね、PHP の方が使えるテクニックが多かったり。あと、まあ、コメントの書き方とかも、説明するコメントじゃなくて、どういう時にこのコードをいじんなきゃいけないのが良いコメントだとか。まあ、このあたり、作者の方の習慣もあるので、これがいいとか悪いとかっていうものではないんですけど、まあ、そういうのが、こう、説明されてるのがすごく良い。あとは何でしょうね。よくある MVC モデルっていうもので、我々しばらく、我々って言ったらおかしいですけど、勘違いしてきたのが、よくモデルは全部モデルのディレクトリに入れるっていう、初心者になりがちなやつじゃなくて、フィーチャーのディレクトリの方に凝縮させましょうとか、そういうのはもう具体的に書いてあって、まあ確かにこの本すごいよな。ただこの本、本当すごく具体的に書いてあるので、逃げ場がない感じがして、この作者の人はどんだけこう度胸があるんだみたいな気分になりますね。僕これ書く自信がないっていうわかるわ。だって良いって言ってるからね、悪いって言ってるからね。これ僕この悪い、多分この中で
これは悪い行動って言われてる行動が僕の中においてはいい行動だっていう時もあるんですよ、実は。でそれは、うん、僕はもう自分の経験上これは悪いんだけどこうしないと他の例えばさっきの工学的な理由でねチームの人がこうなるから、うん、あえてこのまま悪いままでいこうみたいなところが若干あったりとかするっていうのがあってまあまあそういうのは分かってる人だってもこれはすごい面白いと思うしで中途半端の人はちょっと難しいかもしれんけど初心者の人はこれ読んで、うん、自分の書いた行動があらゆる行動に自分が罰がついてるとか、先輩がレビューしてくれる行動が罰がついてる、あ、それはちょっとね、先輩に対して許してあげる。先輩もいろいろ考えてると思うから。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、はい、この書籍、2980円プラス税でございます。こちらもすごい、お値段の割にすごい内容濃いことになってますので、すごいでございます。はい。じゃあ、カズさん、どうぞ。どれでしょうかな。ああ、これ。これ伝承しか持ってないんであれなんですけど、しかも月刊誌なんですけど、SD、はい、ソフトウェアデザインの、これ見えないかな。この前の2月号。はい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 。多分僕が家の中で行方不明だったやつだな。増田さんのドメイン駆動設計入門ってやつと、まあ第一特集で、第二特集が、その今更聞けないログの仕組みみたいなのがあって、ああいい話ですね。これうちの僕の本業の会社のメンバーが書いてるんですけど、これね読んどくといいと思いますよきっと。いやーもう一回買うか。あんまり意識しないじゃないですかきっと。いやーログはね、うん、ほんとむずくて、うん、ちょうどごめん、言っていいのかな？まあ、ある現場で僕、ログのリファクタリングを若手に指導してるんですけど、うん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 、やっぱりね、古来積み上がってきたログがこうだからっていう癖が抜けてないんですよね。アンチパターンめちゃめちゃ踏んじゃったりとかしてて、これ具体的に言えねえんだよな。まあ、そういう意味で、ログって、ログに関してすごい、こういう、実例的な感じなんですかね。であれば、すごいいい書籍っぽいですね。うん、どうしてもね、先輩の書いたことするから、ね、うん。ログの基礎と、ログの出力の仕組みとか、ウェブサーバーのログの読み方、調べ方とか、ログ設計の基本とか、みたいな感じです、ね。ああ、いいですね、うん。ログはね、出しゃいいってもんじゃないんだよ。スタートってログ出してるやつはね、いらんからな。言っとくけど。スタートとフィニッシュってログを出す必要性はないからな。言っとくけど。まあ、バッチだったら若干わからんでもないが。うん、はい。そうね、なんか、こうね、ワーカーとかはね、出てるといい時もあるかなっていう気がするよね。そうだね。リロードかけて、はい再現させられるものと、まあなんていうか、今裏でずっと延々動いてて、様子が分かんないものに関しては、うん、まあ比較的そういうスタートとかってログも役に立つってことはあったりするし、うんうん、まあなんか、こう、なんとかのあれがあったらしいんで、ログをくださいって言われて、そんなログはねえって返すみたいな、よくある風景があるんで、まあ出しときゃ救われることもあるんだけど、世の中難しいからな。うん、まあログの話はめっちゃいい、うん、じゃあこれじゃあ次行ってきますか。そうですね、何の話をするのかな。一応こう何を出すべきなのか若干あれなんですけど、やっぱり最近出た本でまだこれ僕全部読み終わってないんですけど、ああ、考え方、ね、使い方、うん、この本、まあ、基本的に僕これなんかすごい、これ最近出た本なんですよ、最近出た本なんですけど、うん、なんかアマゾンのちょっと傷つきの本で返品のやつですね、うん、多分返品のやつがこう来るっていうのを買って300円ぐらい安く買ったんですけど、うんうん、いやこれはね結構やっぱりいい本ではあるなと思っていて、まあユニットテストとかに関して、まあみんなは、こう、割と、なんだろう、いいユニットテストの本って案外ないんですよ。
チュートリアルはあるんですよ。こういうユニットテストってこうやって書けば書けますよってあるんですけど、じゃあその時にモックを使うとか、スタブを使うとか、うん、あるいはこうどうやってテストデータを初期化すべきなのかとか、反対テスト、インテグレーションテストとかの違いは何なのかみたいなところがここに書いてあって、まあ、非常に、うん、良いまとまった本だと思います。うん、そうですね。この中の本で一番なんかいいなっていうふうに思ったのは、テストの話なんですけど、やっぱり設計の話にやっぱり直結してくるんですよね、テストって。だから、このテストができないな、俺のコードって思ったら、それはなんか設計間違えてるんだよねっていうところにもつながるっていう意味で、あそこに含めて、良い本だなと思いますね。うん、あと、まあ僕の大好きな話ですけど、まあ、やっぱり、豪華な紙クラスみたいな、クラスを作ったりするとテストが死ぬほど大変みたいなところは、まあ、やっぱり、うん、まあ、もうちょっと要は素朴なものの方がテストしやすいし、そのための第7章はリファクタリングなんですけど、リファクタリングについて書いてあったりとか、うん、あと、この本だったらちょっと若干忘れましたけど、まあ、スプラウトメソッドって言われるような紙クラスをどうやってさばいて、ばらしていくかみたいなところの話かっていうのも、うん、この本だったかなんだか若干忘れたが、まあいろいろあったりとかしますね。あとまあ、大抵よくある先輩と話してて、うん、モックとスタブの違いとか、あとブラックボックステスト、ホワイトボックステストの違いとか、そういう単語みたいなのも、まあ早めにこういうの読んで勉強するっていう意味でも、まあいいのかなって感じですね。うん、はい。というところで私はこの本、そうですね。おすすめをしたいと思います。ちょっとこれ隠れちゃってるんですけど、多分4480円プラス税とかだと思います。はい。なるほど。見当たらないな。どこ行っちゃったんだろう。何を出そうとします？僕持ってるかもしれませんよ。T 和田さんのテスト駆動開発。はい、あります。はい、出待ってきました。はい。はい、それです。はい、ありがとうございます。これ、マジ、これは、うち、新しく入って、割と経験が浅い人には、これ、やってねって言って、渡してる本ですね。まあ、これも中身、Java なんですけど、この中身を全部 PHP でやるっていうのをやった、新原さんって人がいてですね。志村さんの GitHub を見ながら、この本を見ながらやると、PHP でこの本をトレースすることができるみたいなのがあるので、ペチパーの人にもかなり有効かなと思います。うん。そうですね。この本は本当、うん、なんていうか、チュートリアル的な感じで割とやるんですよね。なんか TDD とは関わるべきみたいな、割となんか、なんていうの、ごたくを並べるって言ったら言い方悪いですけど、説明的なものよりも、割とコードが大体全部あって、うん、こういうコードを、やっていきましょう、できましたね、チェックボックスを一個追加する、チェックボックスだったよね、チェックボックスをつけていくみたいな感じで、うん、こう、なんだろう、ドリルみたいな感じで進めることができる本なんですよね。そうですね、うん、なんか、ね、TDD とかテスト駆動開発は、なんか、その、コードが正しいことを証明するためのものではなくて、こう設計手法なんだよみたいなのをなんか感じられるチュートリアルというか、なってる感じかなって気がする。そうなんですよね。だからこれの本は、本当、手を動かさない人には割と、なんというか、難しいかもしれない。手を動かす人にこそ向いている本かなって僕は強く思ったりしますね。うんうんうんなんかそうですね、僕が思い出すに、どれだったかな。まあ、テストのしやすさのための工夫みたいなのがやっぱりあったりしますし、ある程度、あとやっぱり、典型的に、オブジェクト思考やってると、デザパタが出てきますけど、まあ、様々なデザパタに関してとかの説明も多少入ってたりとかして、まあ、そこら辺もね、すごい含めて、コスパは良いんですよ。うんうん、ただまあ、手を動かさないと
あの進化が得られるという意味で、うん、まあ、ぜひともという感じですね。はい、そうですね、まあ。ケント・ベックスさんのやつですからね。うん、これ最近、あの、なんだろう、版が変わって少し内容が新しくなった。うん、そう、2022年にあの新しくなりましたね。うん、最初は2017年に出たんですよ。ちょっと書いてみはい。うん、じゃあ次僕、何行こうかな。そうですね。まあ僕がすごい好きな本でいきましょう。僕が好きな本なんですけど、うん、Go ならわかるシステムプログラミングという本がありまして、うん、この本は、基本的に Go の本なんですけど、まああの、なんて言ったらいいのかな。割とシステムコードの話なんですよ。システムコードにも書いてあるので、まあもちろんそうなんですけど、例えば、まあ Linux のカーネルとか、まあ OS、あの Mac のカーネルとかで、まあいろんなシステムコールが内部的に呼ばれてるよねとか、シグナルとか、まあそういったものに関して、書いてある。フォークとか、エグゼクとか、まあそういうところとか、あとは我々がもう、あまりにも慣れ下見すぎてますけど、あの標準入出力についてのファイルディスクリプターの話とか、うん、意外と、なんか、もっさりと、正直、Linux の本とかに大体載ってるんですけど、それを割とこう、Go で書くとこうなるよっていうところで割と、身近に見られるという意味ですごく僕はこの本を、コンピューター小学者の人にはお勧めしたい。うん。メモリマップとかね、そういう話とかも書いてあったりとかするので、うん、まあまあ何書いてあるのかわかんないっていう人ももちろん最初のうちは多いかもしれないんですけど、まあ逆に言うとこれが読めるぐらいになると、まあ結構カーネルについて知識があるような雰囲気になるのではないかと若干思ったりとかしている。ちゃんと Mac とか、BSD とかの話も、あと Windows の話もちゃんと載ってるあたりがあって、未来のことにこれは、Go っていう、Go って書いてあるから一瞬迷うかもしれないですけど、Go はちょっと隠してシステムプログラミングの話。C じゃない、C ってシステムプログラミング、本当は地獄なんですよ。皆さんご存知かどうかしませんけど、Go だともうちょっとそこら辺が楽にわかるので、もうすべかなっていう感じですね、僕は。はい。なるほど。3200円プラス税でございます。うん、これ読もう。これ、渋川よしきさんの本なんですよね。まあ、すごいですよ。これ、よう一冊書き切ったなと思いながら僕読みましたね。うん。うんうんうん、結構何回か読んでさて、どれ行こうか。何がいいかな。なんかもう、定番本みたいな、なんか定番じゃない本みたいなのめっちゃある。うん。なんかいっぱいありすぎてな、どれがいい。何系行こうかな。まあ一旦一番上に持ってるやつを出すのもいいんじゃないですか。これそうだ、俺、最近、まあ、NEXT の話とかもちょいちょいしてるんであれですけど、JS を最初に書き始めたときに、テストをどうしたらいいんじゃみたいなときに読んだのがこれ。あー、テスタブル JavaScript ですね。うん。なるほど。それは僕は。最初に、その、とっかかりみたいなのではこれすごい良かったかもしれない。多分、全部は読んでなくて、パラパラっと眺めたくらいなんですけど、なんか。JS のテストは難しいですからね。うん、うん、めちゃめちゃむずい。ので、なんか、これは勉強になりました。それはいつ頃の本なんですか？ちょっと結構前なんだよな、買ったの。書かれてるのは、もう古いよ。13年とか。おうおうおう。当時のことを思い出した。10年前ぐらい。それの当時って JS のテストってまだなんか能動黎明期な感じ
だと思うので、ユニット系のテストなんですか、うん、それともなんかブラウザ系のもののテストなんですか、それとなんかこれ、なんかファントム JS とか、セレニウムとか、ヤスミとか、そんな感じの話。なるほど。じゃあ、ブラウザ系の。うん。いいですね。なんか、一部、そのブラウザ内のデバッグの仕方とか、みたいなことも書いてあったりとか、いろいろ、勉強した記憶がある。もうあんまり覚えてないかもしれない。いや、でもね、昔役立った本、うん、古い本がいいとも言わないし、うん、新しい本がいいとも言えないんですよ。うん、ちょっと今、都合上今、ここら辺に落ちてるものとかで言うけど、まあ、古い本で、だから、なんか最近のやつとは違うかなって言って買わないと、意外とそんなことなかったりするので、まあ、ぜひとも皆さんも、うん、新しい方がいいかなって思って買わない方がいいですよ。うん。特に概念的な本は。うん。うん、そうですね。じゃあ、俺も行きますかね。じゃあ、古い本で行きますか。古い本と言いつつ、うん、まあ、定番なんですけど、ユニクスという考え方。ああ、ちょうど。これはもうね、うん。もう皆さん、全員持ってるんじゃないかっていうぐらい。うん、これの初版は2001年ですからね。2001年の2月に出てるんで、うん、もう22年とか、それぐらい前ですね。うん、俺、手元にあるので、15冊とかだわね。あ、15版、はいはいはい。15版目。うん、15冊、第1版の20。僕がこれ多分これ最近買い直したんですよ。買い直して28目って書いてある。すごいよね。うん、いや、これはおすすめですよ。これはね、本当にちっちゃく作りましょうみたいなさ、そのユニックスの考え方みたいなところはね。うん。そう。なんというか、よく、プログラミングであるような、まあ、keep it simple とか、うん、まあ、ヤグニとか、うん、そういうものの、が、おおむね、まあ、これ、うん、多分、これの元ネタというか、中身自体はもっと古いんですよ。多分、1990とか80年代の話が、やっと翻訳されて、うん、みたいな感じの世界の話なので、まあ、当時から、そういう、なんていうの、ドキュメントをちゃんと書きましょうとか、まあ、データの入出力には、なんか複雑なことせず、愚直にスタンダードインとかスタンダードアウトを使いましょうとか、エラーは、まあ出すけど、成功の時には何も言わない方がいいでしょうとか、うん、そうね。もちろん、いい悪いというか、ユニクスの考え方であって、それは別に、それが正解ってわけじゃないんですけど、なんだ、生き方みたいなもんですよね。そういう感じの並び方をやっていくと、おおむね全ての流度が揃う思想的なものっていうのが、うんうん、とてもあるっていう感じですね。まあ、若干、あれで言うと、劣る方が優れていると主張するユニクス愛好家は、VHS ビデオフォーマットを見てみろと書かれて、VHS ビデオフォーマットを若い人間が分かるんだろうかと。若干 VHS ビデオフォーマットってなんだろう、 MP4 の一種かなみたいな話が若干出てきたしないでもないですが、昔のね、ビデオデッキで対抗馬は何なのっていうところが逆にあったりとかすると思うんですけど、まあとてもね、うん、うん、ちなみに僕の中でこれからすごくやっぱり感銘を受けたなっていうのが、まあモジュラビリティっていうところとか、あと作り変えられないような大きいものを作るのをやめようみたいなところは僕の中ではありますね、うん。なるほどね。うん、まあ、これはこういう話の時には絶対出てくるんだよね。うん。とりあえず、なんか、そうなんだよね。一般教養に近い感じなんで。はい。何行こうかな。
いいな。ちょっとなんか変わったところ行こうか。行こうか。さ、まあ、開発してるとさ、こう SSH でなんかサーバー入ったりするじゃないですか。あ、しますよ。うん。でね、していいのかな、なんか、こう多段になってたりとかさ、いろいろするとさ、あ、しますね。SSH をいろいろゴニョゴニョしないといけないとか、最初よくわかんないじゃないですか。うん、それの時に勉強したの、これ。はい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 。なるほどね。うん。そのね、こう踏み台経由していくけど、自分のとこからコマンド一発でつなぎたいじゃんみたいなやつとかをやるのには、これとかで勉強すると、すごくいろんな仕組みがよくわかるかなっていう感じです。わかるわ。僕はなんかもう毎回ググっちゃってるから、あれだけど、やっぱ本読むと発見ありますからね。うん、うん、そうですね。そうなんだよな。この間、人と話してて、生成値を切るので、うん、ハイフン D っていう機能を説明してあげたんですよね。うん、SOX5 のデーモンを立ち上げるオプションがあったりとかするんですけど、もうあんまみんな使ってないから、覚えてなかったですね、うん。多分そういう本にはちゃんと書いてるでしょうからね。うん。普段使うツールなんかいろいろね、素晴らしい。できるので、ね、これは本当ちょっと面白いかも。まあ、興味があるとこだけをパパッと読むとかで多分いいと思うんだけど。分かる。意外とね、SSH とかね、機能がめちゃくちゃあるっていうことを、知っておくためにも読むのがいい。SSH とかね、OpenSSL とかね、なんか、うん、最近 OpenSSL のコードをちょっと読むこがなきゃいけないことがあって読んだんだけど、1ミリも分かる気がしないんだ。ここがまずいんだよなっていうぐらいしか分かんなかった。いやー、あのコード読む気はしないっすね。まあ、世界を支えてるコードだなとは思いますけど、うん、まあ、世界を支えすぎちゃってて、もう何を抜いていいのか分かんないみたいな感じのコードになっちゃう。そんな感想としてはありましたね。うん。なんでうまくいかないかの理由だけを調べたんだけどさ。大変でした。ああ、なるほど。うん、しかも、最近3.0系に変わって割とガラッと変わったからね。四系読むのか三系読むかでまた違うからね。うん、このちょっとあれですね。ちょっと毛色を変えて、よいしょ。まあ、ちょっとこれ、どの本がっていう感じじゃないんですけど、SQL 系の本。今ちょっとパッと出てくるのは SQL 実践入門と、あと Postgres の設計運用、計画の鉄則と、あと、SQL パズル。うん。なんか、世の中、そうですね。SQL ってすごく、なんて言ったらいいのかな。もうなんか割と隠蔽されちゃってて、SQL でハビングとか Wiz とか使わなくなったりとかしてるところが若干あるんですよね。せいぜい、オーダーバイト、グループと、ジョインかが使えれば、まあまあ、若手としてはできるでしょうみたいな。アウタージョインとか、イナージョインが分かれば、まあギリ分かる。なんとかなるでしょうみたいな世界観で。ユニオンを使うと、基人扱いされるみたいな感じなんですけど、実際、SQL ってすごい表現力が豊かで、なんか、なんて言ってるのかな。まあこれもう本当に読んでみたと、見てみていただきたいんですけど、そんなの普通 SQL でやるのみたいなことを、もうどんどんやるんですよ。こいつ、この SQL 実践入門はマジでそこら辺の部分ハードコアで、SQL でガンガン書きますからね。ん？if、ケース、その近くに条件分岐を SQL のどんどん入れていく。例えばなんですけど、ここちょっと読めないと思いますけど、郵便番号のランキングを求めるっていうクエリがあるんですけど、ここの部分のクエリがもうここにケース、ケース、when、ポスタルコード、ほげほげが5行ぐらいあって、これで順位を計算しようみたいな。うん、SQL でお前順位計算できるぞみたいなことをこういきなり言ってるんですね。うん、これ書いて、レビュー通るかどうか若干不明だが、逆に言うと、うん、まあ、それぐらいなんていうか、手元に持ってくる処理よりも SQL の方が早く
って多かったりするので、うん、あ、こんなこともできるんだ、あ、こんなこともできるんだみたいな発見が多いの、うん、すごく面白いですね、うんうん、いやすごいんだってこれマジでね。あの、まあ僕の友達に総大さんという DB のスペシャリストがいますけど、うん、彼なら普通にそういうの使うよみたいなこと言うかもしれないけど、まあ普通手元にこうクエリ引いてからやるよなっていうところが全部 SQL にかけるんだぞっていうあたりが、うんうん、まあ何ができるかをね知るためにもこういうさまざまな SQL のこういう本とかって読むといいんじゃないですかね。なんかこれとかだと、ああそうね、ハビングとかね。まあでもポスグレとかオラクルとか SQL サーバーだったらいいけど、割となんか、うん、最近はねポスグレすごい多いんであれなんですけど、ちょっと前だとみんなマイスケールだったから、あんまりそういうのやるの好きじゃないみたいな人が多かったですけどね。でもまあ今時代はそういうのないので、うん、はい、ということでおすすめでございます。もちろん速度を求めるような SQL もこういうのをね使うことによって、特にこいつとか自己計画の話とかめちゃくちゃバリバリ書いてあるんで、うん、運用もそうですけど、チューニングとかを考えたらこういう本を読むと、うん、一発で分からんな、こういう本を読んで七点抜刀して成長していくって感じですね。 SQL の方もおすすめです、うん、はい、どうぞ。これか、内部構造から学ぶってやつ。ああ。さっきのポスグレの本ってどんなタイトルでしたっけ。ポスグレはね、これです。ポストグレス設計運用契約の鉄則。これもね、最近新しく出始めたやつで、3200円プラス税。うん。うん。原田さんからいらっしゃいますからね。うん。うんうんうん。いや、いいですね。ポスグレは 7.4 からの腐れ縁って書いてあるんですけど、うん、7.4 って俺がポスグレを一時期離れた頃だなって思って、ちょっと今目が遠くなりましたね。うん、俺でも多分6系ぐらいから使ってんじゃないかな。ああ、俺も6系ぐらいから使ってる。7.何本かに上げて、そのシステムは一回離れたんだよな、うんうん。最近だと15かな。15ぐらいまで上がってます。うん。うんうん、この前出てたよね、なんかね、年末ぐらい。出ました。うん、すごい、どんどん進化してる、うん。うん。全然キャッチアップしてないから、何が新しくなったのか知らんけど。いや、もう本当、なんだろう。まあ、我々が気にするのはブレイキングチェンジがね、一番やっぱ多いですからね。うん、互換性がなくなってるかどうかが一番重要で、互換性があるんだったらまあ、まあ次の時にちょっと使うかなぐらいの時は多いですけど、うんうん、最近ポスグレってバージョンどれぐらいに使ってます？13とか。僕は14使ってます、ね、14、はい、うん、案件によりますけどね、もちろん、うん、9から15までかな、うん、一番新しい現場とも15にした、うん、うんうん、バリエーション豊かですよ。うん、ね。アプリのビューとかいろいろ機能が増えたりとか、あと OID っていう僕が昔から愛用した機能がしれっと消えていることに後で気づくとか。OID ね。懐かしいね。OID ですよ。OID が今消滅しました。さて、じゃあどれ行こうか。これかな。なんかさ、まあ開発をしてるとね、だいたいこう、最初に難しいなって思うのこれとか。ああ、それは持ってる。ちょっと多分裏にあるな。うん。うん、まあ正規表現ね、それこそさっきのあれじゃないけど、ググって片付けちゃうことも多いけど、わかる。さらさらっと読んどくといいかなっていう気はする。でも、正規表現超苦手なんだけど、ね。いや、正規表現もさっきの SQL と同様に、うん、秘めたるパワーはすごいんだが、使わないでも済むんじゃうことがあるから、割と使わない人も多い。うんうん、そうですね。正規表現ね。まあでも、なんだろう、ウェブエンジニアとかだと、やっぱり文字列処理が、うん、多いからね。8割ぐらいなんで。うん、
正規表現はもう必修というか、なんというか、うん、英語の次ぐらいで覚えてほしい。それぐらいに興味があるんですかね。うん、まあ、この本に限らず、なんか正規表現の方は読む、うん、かなって感じですね。見たら本結構古いね。15年とか、ね。そんなにでもそもそも正規表現で進化するみたいなところってあるのかなっていうと、あんまりないよな、うん。そうかもね。まあ、名前付きキャプチャーとか、昔はなかったけど。うん。うん、ね、どの環境で使うかで、なんか若干違ったりとかね。書き方が、とかはあるか。うん。うん。そうですね。うん。まあ、ぜひとも正規表現の方はね、読んでいただきたいですね。うん。さて、まあ、仕事で言うと、まあ、これですかね。レガシー。ああ、これもあるぞ、どっかに。いや、もう、これはね、まあ、まあ、これの、これ、帯に見えて帯じゃないんですけど、テストがないコードはレガシーコードだ。レガシーだ。うん、それは、こう、衝撃だったよね。最初に見たの。うん、これはね、なんだろう。こう、どうやってレガシーコードを改善していくかっていう話はもちろんそうなんですけど、うん、まあ結果として、まあ典型的なダメなパターンもわかるし、まあ良いパターンでもあるし、うん、あとはさっきのちょっと出てましたけど、ユニットテストの使い方とかももちろんね、うん、あのテストの話が出てるんで、うん、一通り載ってるっていう意味で、まあこれはとても良い本なのかなと。まあ、比較的実践的なこともあるし、概念的なこともあるし、のバランスもあるし、あとまあ、悩むことがあると思うんですけど、よくある、どこをテストするのとか、どの範囲をテストすべきなのかみたいな、そういう話とかも、ちゃんと、まあ、載ってて、どっちを優先順位高く持っていくかみたいな話とかもあるのが、すごく良かったりしますね。まあ、レガシーコード直すぞって言って、まあ、僕はそういう仕事多いんでね、まあ、もう、テック線で直しちゃうこともあるんですけど、直さなきゃいけないなって思ったら、こういう名著をね、読んでいただけるといいんじゃないかなと。この書籍は多分結構古くて、2009年とかですよね。多分英語の本はもっともっと古いから、まあ、2000年代のどこかで書かれてる本だと思うんですけど。全然今でも使えます。うんうん、第24章、もううんざりです。何も改善できません。最高です。はい。はい。4200円です。うん。まあなんか、もうだんだんネタが尽きてきたな。何ですか？まあ、まあ僕にまあ、ウェブのエンジニアだったら、これ初版の方なんですけど。ああ。はいはいはい、徳丸本ですね。新しい方、俺、伝書でしか持ってないんで、あれですけど。これ。裏にありますね。2版のやつは、JavaScript のやつとか、セキュリティとかも書かれてるんで、これはまあ、マストじゃないですかね、っていう感じですよね。うん、そうですね、安全なウェブアプリケーション。いや、これが結構読んでないと思うんですよね。いや読んでてこれかっていうそういう意地悪を言いたいわけじゃなくて、意外となんか、定番の本って読まなくても教えてもらえるからいいやみたいなノリの人がいるんですけど、まあ、ね、基本的にはやっぱりこう読んどいてもらわないと困る、本でございますよ。そうですね。まああとね、もう続けて出しちゃうけど、ウェブエンジニアだったら、とりあえずこれは手元に一冊置いておきましょうみたいな。ああ、リアルワールド HTTP。うん。それは結構やっぱ重要ですね。重要ですよね。HTTP を喋り続けて育成そうですからね。これが分かってないと話にならないみたいな世界ありますからね、僕らの世界だと。
うん、しかもね、意外とね、こう、HTTP2 とかよく分かってないよね、読まないと、みたいな。いやー、ほんと。うん、結構隠蔽されちゃってるからね。そうね。その HTTP 自体が何だろう、ヘッダーとか、うん、まあ、ペイロードとか、うん、マイムタイプとか、そういうのって一通り全部知ってないと、絶対に後で分かんなくなっちゃうんで、うん、こういうの読んで当たりをつけておいて、さらに MDN とか、うん、MDN、モジュラデベロッパーネットワークのやつをかけたりとか、うん、まあ、最近の記事で、クイックの話を読んだり、クイックはもう古いのか、とか HTTP3 の話を読んだりとかして、っていうのはすごく重要ですよね。そうっすね。ブートストラップ、非常に重要。そんな感じ。あと何だろうね。そうだな。じゃあ、ちょっと僕も経路を変えてみますかね。僕、リモートワークになってから、デベロッパーじゃないロールを負わされることがめちゃくちゃ増えたんで、まあ、久々に読んでるのは、まあ、トム・デマルコさんのデッドラインですね。デマルコさん、いわゆるピープルウェアとか、なんだろう、チームワーク本書かれてらっしゃる、デマルコさんっていうすごい有名な方なんですけど、これはね、そうですね、これを視聴されている方はわかるかわかりませんけど、これはね、ナロー小説だと思って読むと良いと思っていて、これね、実際小説なんですよね。めちゃめちゃあらすじを言っても、これ多分ネタバレになっても別に問題ないと思うんですけど、あらゆる権限を持った男が、なんかものすごい、なんだろう、アラブの王族みたいなところに配備されて、お前には無限のリソースをあげるから生産性を出せみたいな、そういうお話なんですよ。すごいざっくり言うとですけどね。なので、小説を読んでる気分で読めるというところで、まあ、ちょっと、まあ、小説読んでる気分で読んでみてもらえればいいんじゃないかなっていう感じですね。ただ、欠点としては、これ、すごく抽象的っていうか、なんだろう、うちのチームはそうじゃないんだけどみたいなところは若干あったりするのはありますね。あるいは、すごいいい人しかいないチームだったらこんな喧嘩起こらんやろみたいなのとか。そうそうそう。でも、大きいチームになるとどうしてもやっぱりなんかデスマになってきたときに、デスマを起こしてるってことに自覚的にならないとかっていうところに、まあ、こういう小説を読んで、これはデスマなんだなってこう、スッと腑に落ちるみたいなのがあったりとか、上司を説得するためにどうすればいいのか、まあ、ここら辺がナロー小説なんだよな。これ説得できてるからさ。成功してるから。それ説得できんか世の中難しいんだかみたいなのが若干あるんだが。まあ、というか面白い本ですよ。これは2200円税でございます。ちなみに、これは第1版第1冊でございます。99年ですね。まあ、これハードカバーかなんかあるんで、まあ、第1版っていう感じじゃないですけど。はい、それで言うと、じゃあ小説っぽく読めるみたいつながりで、もうこれジョインク、なるほど、これもまあ割とこう小説っぽいというか、まあ実際の現場にいる人がこういうふうに考えますみたいな感じで進んでいく感じだったと思うんで、いいんですけど、こうなんか楽しく仕事ができる環境を作りましょうみたいな、楽しくないと、なんか、チームとしてうまく回らないよね、みたいな感じの。で、基本的になんか、アジャイルというか、スクラムというかの文脈の本なんですけど、はい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 、基本的にコードを書くのは全部ペアプロで書きます、みたいな。すべてペアプロで書きます、みたいな感じの会社の話ですね。いたことないですけど、やっぱり実在するっていうのは何か聞きますね、うん、そういう会社。この本はね、すごい。全部がその自分たちの会社でできるわけじゃないですけど、結構面白いなって思って、普通に小説っぽいというか、なので、さらさらって読めちゃう感じです。いつだ結構前。2016年。それなんか、こう、すごい、一
箇所ぐらいなんかすごい刺さった場所とかなんかあります？でね、なんだろうな。どれかな。何が一番良かったかな。まあ一番とまで言わなくていいですけど、なんか記憶に残るワンショーみたいな。ワンショーなんだ。ああ、でもこれあれかな。やっぱその、スクラムの文脈だったりするんで、そのなんかこう、うん、壁がないところで、全部のチームが同じ場所にいてみたいなところが結構押してあって、なんだろう。全員が見えるところにその、なんだ、看板を置いときましょうみたいなこととか。あ、はいはいはい。結構入ったかな。これ、あれですよね。リモートワークで。チーム募集してない。全員主役みたいな感じ。あ、はいはいはい。で、フラットで、みたいな。いいっすね。いいっすね。っていうか、僕は結構そういう働き方を実はしたことがない人間なんですよね。僕、リモートで生きてきてこの方みたいな感じなんで、縦割り行政とは言わないが。まあ、結構面白い。ちょっと読んでみようかな。ちょっと僕の中にはそれこそ、なんかファンタジーに感じないですよ。そのつながりで、そのつながりでいくと、そうですね。エラスティックリーダーシップブー、スクラムブートキャンプと見せかけてからの、今一番おすすめしてるのは、このゾンビスクラムサバイバルガイド。何それ？それ知らんわ。これはね、本当に、個人的に今、言い方悪いけど、一押しでして、スクラムに脅出されてる現場ってめちゃめちゃ今多いんですよね。やっぱり開発手法とかって様々、うんうん、まあ、活用っていうかチーム管理とか、まあ、成果を出していく方法の一つとして、アジャイルとか言って、アジャイルの上に、うん、まあ、例えばスクラムがありますよみたいな感じなんですけど、スクラムって、成功することがすごく難しいんですよね。ぶっちゃけ、あんまり成功してるスクラムチームって僕、あんまり見たことなくて、結構僕、スクラムは好きではないんですよ。うん。それは多分、平均的にアウトプットを出していく人間というよりか、僕がやっぱり古い人間だから、もう徹夜でガンってやればなんとかなるやろみたいな人間なんですけど、みたいな、いい感じのベロシティを出していくっていう価値観とやっぱりこう、うまく相入れないっていうところあるんですけど。でも、それはまあ横に置いといて、なんか、スクラムをうまくできてるはずなのになぜかうまくいってないとか、なんかうまくいってないような気がするんだけど、何がうまくいってないのかわかんないみたいな。例えば、そうですね。何もかもがシップできてないっていうことが問題なんだよっていうすごい基本的なことが書いてあったりとか、あとはステークホルダーっていうのがうちのスクラムにはいるぞって言いつつ、この書籍ではその距離がどれぐらいなのかをちょっと見てみないかみたいなことが書いてあったんですよね。実はお前が思っているよりも本当は近くないといけないんだがみたいな、そういうのがね、それを書いてある。これがね、結構ね、ポップな絵柄で描かれてるんで、書いてあることはもう本当残酷に、お前のチームはもうしょうもないぞっていうことを延々と上げつらわされるんですけど、まあでも、書いてあることよりも、まあまあ、割と読み口としては気軽な感じでやってみようやとか、だぞとか、もうなんかこう、うまくやっていくっていうことはこういうことで、これはうまくいかないんだよねみたいなノリで書かれているので、まあ、非常に楽しい。まあ絵とかもね、ズームアンズとかも結構書いてあるようなものなので、まあ、さらさらと読んでいただければなと。まあこれを読んでがっかりすることもあるが、まあどうにかなんとかかんとかやっていくっていうのが重要だということで、これ一つですね。はい。これは最近です。多分年末じゃなかったかな。10月。去年の10月みたいですね。去年の10月です。はい。3000円でございます。3300円か。はい。さて、じゃあどれ行こうかな。ここでこう、
自分の本を出すのは反則やろうって思われがちですが、これを書くときにめちゃめちゃ読んだ2冊みたいな。ああ、はいはいはい。感じ。出てきましたね。いい話。その書籍は非常に重要ですね。これはめちゃめちゃ重要っすよ。その CI とか CD とか、そういうのの、こう、なんか、勉強にはこれは古い本ですけど、すごいいい本だと思います。まあ、今でこそね、2012年。当時、CD とか、なんか、割と絵空事みたいな感じでしたからね。ツールも揃ってないし。そうっすね、ツールがね。これに関しては2009年。当時はだからジェンキンスおじさんに全てを組み込んで、ジェンキンスさんがこううまくやることが CD みたいな世界観でしたね。ああ、でもこの時代は多分ジェンキンスでもなくて、なんかもうちょっと違うやつだったと思うんだよね。僕これ書いた時はジェンキンスとか、もう、なるほど。サース系も少し出てきてた頃だったんですけど、これ以前だともっとこう、整ってないやつをいろいろかき集めて組み合わせてみたいなことをしないとできなかった時代があって、その辺の時代の話ですね、きっと。確かに、時代を感じますね。でも、そこら辺の部分が基礎なんでね、ツールが揃いすぎると逆に見えなくなることってめちゃくちゃあるんで、ぜひとも、それは、まあ、僕もそれら持ってますけど、ちょっとまあ、いい本、若干狂気気味なぐらい熱いんですけど、こっちは。そっちはでも、割と髪が熱かった記憶があるから許されるんで。はい、ね。と言っていたら割といい時間になったので、ラス1合わせぐらいでいきますか。これあれだな、そうだな、PHP の話を一個もしてないのも、ちょっと若干なんですが、最後に僕が出す書籍としては、なんだろう。皆さんが、なんか、どっちに行きたいのかによるかなと思ったんですけど、マネージャーになりたいのかエンジニアになりたいのかで、ちょっと最後2冊、ジョエル・オン・ソフトウェアと事業をスケーリングする、技術者たち、よいしょ、この2冊に関してどっちもエンジニアの視線なんですけど、こっちはいわゆるハッカーですね、エッセイ集なんですよ。エッセイ集なんですけど、エッセイ集の中で、まあ、ヒュー解決みたいな、まあなんか分かるでしょ、カズさんなら、昔のなんか、日本語に翻訳された謎の海外のエッセイのあの語り口ですよね。まあ、このジョエル・オン・ソフトウェア自体、これはまあ 第2弾なんで、これの前の第1弾があって、これは、まあ、なんだ、続編みたいな感じなんですけど、まあ、そういうエッセイ集を読むと、さまざまな、当時こういうことがあってこんな感じがあってうんざりしたぜとか、もっともっとこういうふうなことやっていくのがいけてるんだみたいな、まあ割となんかロックンロールですよね、スーツじゃなくてロック、そういう話がこっちで、こっちの方がまあロックでありつつも、もっと昨今の何だろう、事業をエンジニアリングするって書いてある通りに、何だろう、なんかいろいろ作ってみてうまくいかなかったから全部ガラガラポンするときにこういう工夫をして頑張っていったんだよとかっていうのは、日本の知ってるサービスの名前がやっぱり出てくるっていうのがこれよくて、まあ石波さん、まあ今ちょっとさっきにパッと出てきたの石波さんのやつとか、まあそういうこう会社のさまざまな実際のボヤージュグループの人たちの話題がすごいリアルに出てくる、広告配信システムとか、EC 系の話とか、あとは何だろう、データ解析とか、要は事業、ハッカー的なものよりも、ハッカーの素質を持ちつつ、ちゃんとビジネスしていくぞみたいな時に、橋渡しとして考え方、要は、そういうふうな、両方分かる人間になりたいんだったら、この本はすごいとても読むべきだなと。なんか、プログラムだけ書いてて、いいやっていうんじゃなくて、実際なんか
なんか、シニアの先輩のさらに上のとこに、要は、例えば僕とか、コードモンキーだと思うんですけど、そうじゃなくて、経営層のボーディングメンバーの方のエンジニア人っているじゃないですか。うんうん、そういう人たちが、なんでこんなに困ってそうなのみたいなのが、多分こういうのに入ってる。さまざまな事業判断、事業決定みたいなところも含めて書いてる。うんうん、そういうのがあるので、まあ、生きったプログラマー、あ、俺、今は、いい意味で言ってるんですけどね、生き続ける、こういうのが、よくはね、ハッカーの画家とか、こういうのを読むのと、あの、こういう、なんていうの、あの、ビジネス寄りの、こう、話っていうのと、うん、あの、2個、キャリア的にね、うん、あの、両方とも見てみて、自分にはどっちが刺さるのかなって思ってみるのも面白いんじゃないでしょうかってことで一つ、最後の締めでした。うん。はい。俺も何か言った方がいいの？最後、ラス1出せるなら。そういうと、今、名前出ちゃったけど、これとかね。ああ、もう、あの、完璧ですね。あの、サッカーとか、これとかね。ああ、こんなやつね。その、僕もコード書くの大好きな人だから、こういう系が結構面白く読めたかなっていう感じ。わかるわ。そう。それは情熱ですよね。うん、情熱プログラム。情熱プログラマー。うん。わかる。ハッカーとかか、ビーイングギーク。そうね。ハッカーとかが出てきちゃったから、どうしようかと思ってたけどね。まあまあ、名前しか出してないんですいません。まあ、そういうのはすごい、なんだろう、重要な、なんか、共感をどう得るかっていうところですね。うん、スキルの話じゃなくて、生き方の話に近くなるので、うんうん、ね、こっちに共感があるなって思ったら、こっちだなとかっていうのがすごく強くあるんで、うん。うんうん、ぜひともね、なんだろう。多分ね、手元に置いておいて何度も何度も見直すっていう前に、ちらっとこうなんか、多分ね、書店に行けばあるので、ちょっと立ち読みで読むとか、パパッと見てみて、皆さんちょっと考えてみていただくのがいいんじゃないかなと、思ったりしております。はい。はい、てなてな感じで、一周回ってなんと1時間。この話をこう、まあ、バーッとしてきましたけど、まあ、実際本当はいろいろと紹介したい本というのはいろいろあったりとか、紹介しないとあと恨まれそうな話とかも若干あったりするんですけれども、ね、まあ、こういう話も世の中ありますよね、というところで、今日のところは、締めたいなと。やべ、あれがどっか行っちゃった。どっかにあったものが。これ。一応出しておくが。出しておくが。一応出しておくが。これの話だなと思ったけど。これの話だな。これの話もあるし、やべ、もう一個は出てこねえ。総代さん、すまん。お前の本が今出てこん。失敗から学ぶ RDB。あれ？お前、置いといた。あった。一応これ、友達の紹介になっちゃうんですけど、まあ、とてもこれらもいい本なんで読んでください。はい。お隣ですけど、以上です。はい。というところで、今回、そうですね、僕らが普段読むような本とか、まあ、あるいは積んでる本とかって言った方がいいかもしれないですけど、うん、なんだろう。よく、そういうのってどこで死ぬんですかみたいなこと、僕らぐらいの年になると聞かれたりとかするんですけど、それはお前めっちゃ本読んでめっちゃ本買って読んだふりしながら感想を聞いてそうかなるほどみたいなことになる。まあ、いやでも今日俺読んでない本がいっぱい出てきたんで、ああ、そういうことですね。山ほど追加されてるな。めちゃめちゃいい話だな。これでも僕はあと3回できるぐらい本あるんで、本当にそういう意味ではちょっとね、今日は結構王道の本を多めに出しましたけど、まあ、もし面白かったら、ピーチパワー会議を宣伝してくれ。わかるか？ピーチパワー会議のチケットを売るためにこれやってるからな。ぜひとも、この今日の話を聞いて、この本、こういうのがまた聞きたいですってあれば、ぜひともいただきたいですし、ピーチパワー会議の宣伝なので、ピーチパワー会議のことをみんなに広めてくれると嬉しいなと。思っております。はい。
っていうところで、今日は、まあ、変わったところで、まあ、書籍のお話をさせていただきました。意外とこういうのを真面目に喋ることも少ないので、よかったかなと思っております。まあ、もし評判が良ければ、というか評判なんて1回やると1個来るか2個来るかぐらいなんだが、したら、続編を得るかもしれないですし、なんか他の人にもこうお願いしてみるかみたいな感じは若干あったりするので、ちょっと、感想をくれ、そろそろ。っていうか、ピチパー会議のチケット買ってくれ。お願いします。というところで、今回は以上としたいと思います。では、またお疲れ様です。お疲れ様です。よし。